はい、今日はエノアの動画なんですけれども、タイトル通りですね、カラスにクルミを落とされました。で、うちのこの N1 なんですけども、止めてるところちょうど上がですね、電線張ってるんですけれども、そこからですね、ちょっとカラスがクルミを落として、車に当たる瞬間をちょっとこの前見てしまいまして、で、洗車の時に改めて確認してみたら、3箇所ぐらいですね、ちょっとへこんでるところがあったんですね。で、この前、落とされたちょうど同じところもへこんでたので、で、同じようなへこみが3箇所ぐらいあったので、多分見てないところであと2回ぐらい多分やられてたのかなというふうには思います。まあ相手が鳥なのでね、ちょっとどこにも当たりようがないんですけれども、ちょっと今から、そのへこんでるところ確認してみようと思います。ちょっとですね、分かりづらいんですけど、一応へこんでるんですね。ここですかね、まず。ここがまずへこんでるんです。日の当たり方によって結構見え方変わるんで、ちょっとね、今見えづらいかもしれないんですけど、日の当たり方によってはかなり目立つようなへこみになってます。で、もう一箇所が、ここですね。ここです。ここかな。これですね。で、あとはここですね。ここです。ちょっとわかるかな。わかりますかね。感じで3箇所ですね、やられてるんですよね。はい、ということで、3箇所ですね、へこみあったんですけど、わかりましたかね。硬いものがやっぱり落ちてできたようなへこみになってますよね。クルミ、やっぱり上から落とすと結構衝撃強いですから、ルーフに落ちるとね、ああいう風なへこみになってしまいますよね。一応修理の方は今のところ考えてはないです。本当に近くで見ないとわからなかったり、まあ自分でね、洗車して本当に気づくぐらいなので、今のところ修理は考えてないんですけれども、ちょっとね、これ以上、もう本当にいい加減にしてほしいなっていうところはあるので、何かですね、いい対策、まあいい方法あれば、教えていただきたいなというふうには思ってます。で、近くにまあいっぱい木がこう生えてる、裏側ですね、ちょっと生えてるところがあるんですけど、そっちの方からもしかすると持ってきてるんでしょうかね。クルミってどういう風になってるのかちょっとよくわかんないんですけれども、結構落としたやつこう拾って、持ち帰ったりした後すぐまた別のクルミ持ってきたりするので、結構近くに多分クルミ持ってこれるところがあるんだと思うんですけれども、もう毎日ですね、もう来ない日はないくらい毎日うちの近くに来てクルミ落としているような状況です。またもしかするとね、やられる可能性はあるんですけれども、何かいい方法ありましたら、教えていただければと思います。あとですね、もう一つなんですけど、 N1 のエンジンルームですね、ちょっと、見てみたいと思います。ここなんですけどね、留め具が1箇所ですね、外れてます。で、実はですね、これ前乗ってた N1 の時も同じようにここ外れたので、なんですかね、外れやすくなってるんでしょうかね、ここの部分だけが。前と同じなんですこれ、前乗ってた N1 もここが外れてたんですよね、知らないうちに。今度オイル交換ディーラーの方に行ってくるので、その時に一応つけてもらおうかなって思います。まあ今別にこのままでも特になんか危ないっていうわけではないと思うので大丈夫だと思うんですけど、前回もですね、ここ外れたことあるんで、もし N1 で同じ N1 ですね、乗っている方いたら、ちょっと一応ここ確認してみてください。もしかすると外れてるかもしれないですよね。
はい、ということで、今日はですね、今から少しだけ N1 でドライブしてみようかなと思うんですけれども、今仙台新港の、まあ、いつもちょっと休みに来るところなんですけど、ここから、仙台港をぶらっと走ってみようかなと思います。ぐらいになるとあのカラス来るんですよね。クルミ落とし。で今4時ぐらいなんですけど、大体今ぐらいの時間に同じところで同じカラスなんですけどね、来るんですよね。車にこうクルミを引かせて割らせたいんだと思うんですけど、いつもこう車走っていく時にこうパリッって割れる音がするので、あれは多分カラス狙って一番狙ってるやり方だと思うんですけど、なかなかあのそんなに車来る場所じゃないので、そういう時は、ね、自分で結構高いところから落として、割ってこう少し割れたところをこう削ってですね食べてるところをいつも見るんですけど、それをですね、たまたま車の上でこうやられるんですよね。で、まあ3箇所へこんでますので3回やられたんでしょうけど、で実はですね、レガシーの方もだいぶ前なんですけど、まあ、今もまだ残ってるんですけど、よく見るとですね、そういう風なへこみがあるので、それも多分クルミなんでしょうね。最初何かなってちょっと分かんなかったんですけども、あれは今考えるとクルミなんですよね。積む船来てないですね。釣りのお客さんもあまりいない感じです。たまにここ変なのが落ちてる時あるんで、知らないと結構危ないです。今日釣りいないですね、あんまり。この先一般道一時停止待ち伏せエリアに注意してください。釣りのお客さんいました。ちょっと次の場所いつもホンダの車がモータープールに運ばれていくので、業者の方たちがですねモータープールまで運ぶ道路ですね。新車がいっぱいここで、ね、ホンダの新車通っていきます。多分この N1 もですねここを通ったと思います。新車の時同じように運ばれてたんでしょうね。多分フェリーもなんか
いないですね。これからなんですかね。名古屋と苫小牧まで行くフェリー、ここから出てます。コスパホンダのモータープールですよね。今日そんなに止まってないですけど、いつもシビック、新しいシビックとか、N ワゴンですよね。やっぱ N ワゴンじゃないか、 N ボックスですね。すごい量の N ボックスと、こっちがトヨタですよね。パトカーの新車とかもここ結構止まってるんで、ピカピカのパトカーこの間止まってましたけどね。
元の人たちでもここの上公園あるっていう、公園っていうかこういうスポットあるっていうの意外とわからない人いますよね。結構知らない人は全然わからないような場所なんですけど、近所の方もですね、分からなかったです、ここ。今日はあんまりいないですかね。あ、いますね。やっぱりサーフィンのお客さんが多いです。紅葉海浜公園の方までちょっと来てみました。平日なんですけど結構サーフィンのお客さん来てますね。天気もいいのでちょうどいいんじゃないかなと思います。で N1 なんですけれども、来週行けるかちょっとわからないですけれども、タイヤの方ですね、夏タイヤ、新しいタイヤ変えようと思ってます。で前回話したんですけども、ルマン5あたりですね、ちょっと購入しようかなというふうに考えています。値段もですね、ちょうどいいかな、手頃でちょうどいいかなということなので、一応ルマン5になるかと思いますけれども、また交換したら、動画の方アップしていきたいと思います。今あとはタイヤのなんか性能とかどんな感じなのかっていうのも撮れれば、今後撮っていきたいなと思います。それでは今日はこの辺で失礼します。